奥田さゆめは、日本の人形作家。勲党は、文化勲章。公益社団法人日展理事長、一般社団法人現代、工芸美術家協会理事長、日本芸術院会員、文化功労者。旧姓はかわいい。社団法人日展上無理事、社団法人現代工芸美術家協会理事長日本芸術院会員文化功労者旧姓は河合、社団法人日展上無理事社団法人現代工芸美術家協会副理事長などを歴任した。和夫次女の抜手として、 大阪府堺市に生まれる。2歳の時に父を亡くし、母の故郷である、広島県二見郡岐佐町に移住。1955年、日明館高等学校を卒業後、人形作家を志して上京。1966年に、甲府会店に入選し、1967年には、新日展での入選と、日本現代工芸美術展での入選を果たした。 1972年、日展特選、航風会会員となる。1977年に、杉浦翡翠記念賞を受賞し、1979年には、日展審査員となる。1983年に、航風会を大会、現代工芸美術家協会の理事に就任した。1988年、日展評議員になるとともに、同文部大臣賞を受賞した。 1990年に日本芸術院賞を受賞し、1998年に日本芸術院会員となった。1999年に日展の常務理事に就任し、2002年には現代工芸美術家協会の副理事長に就任した。2008年には文化功労者として検証された。2014年、日展の理事長に就任するとともに、三次市の 名誉市民となった。2020年、現代工芸美術家協会の理事長に就任すると、共に文化勲章を受賞した。夫は、日本画家の奥田玄僧。なお、元総も文化勲章を受賞しており、夫妻での文化勲章受賞は、史上初である。ありがとうございます。